ルビダヤマガメは、ハチュウコウカメモクイシガメかアメリカヤマガメ属に分類されるカメ。メキシココ有種最大高長23センチメートルだが、通常は、高長15センチメートル以下。アメリカヤマガメ属では本種のみメスよりもオスの方が、大型になり、メスは、最大高長17.9センチメートル。廃校は扁平で、第2から4、C カンパンは盛り上がらず平坦。 後部円甲板の外縁はややノコギリ状に尖るが、大型個体では不明瞭になる。廃校の色彩は淡褐色だが、暗褐色の個体もいる。孵化直後から、ある甲板の周辺に気褐色や赤褐色,色の斑紋が入るが、消失する個体もいる。左右の喉肝肝の間には浅い切れ込みが入る。左右の甲肝肝の間には広くやや深い切れ込みが入る。 廃甲と復興の継ぎ目や、復興の色彩は黒や暗褐色で、復興の外縁は高褐色。頭部は中型。粉端はやや突出し、上顎の先端は針状に尖る。頭部の色彩は褐色で、黄色や大色の反紋が入る。頭頂部には、馬蹄状の反紋が入る。前肢背面は、大型鱗で覆われる。指跡の間には、 水かきが発達しない。全子背面の色彩は黄色や大色で暗色の反紋が入る。卵は長径 6.2cm、短径 2.5cm。孵化直後の容体は校長後から 5.2cm。各 DNA とミトコンドリア DNA の分子系統学的解析から、属内では本種のみでグループを形成する。本種のみのグループは、 アシポチヤマガメやカンムリヤマガメ、クロムネヤマガメ、ハナトガリヤマガメ、ミゾヤマガメのグループと単系統群を形成すると推定されている。サバナ気候で標高1350メートル以下の森林、ヤブチ、岩場などに生息し、農耕地や牧草地の周辺に生息することもある。やや乾燥した、反落用樹林が優先する森林や、 やや多質な低山地の斜面などを好む。陸生で水に入ることはほとんどない。雨季に飲み、あるいは主に雨季に活動する。植生は植物食傾向の強い雑食で主に植物の茎、根、果実などを食べる。繁殖形態は卵生。飼育下ではオスがメスに対して頭部を上下に繰り返して動かす行動が観察された例があり。 求愛行動と考えられている。隠蔽性が強いこともあるが、生息数が少なく個体密度の低い種だと考えられている。開発や整備による生息数の減少が懸念されている。ペットとして飼育されることがあり、日本にも輸入されている。メキシコは野生のカメの採集や輸出を法的に制限しているため、世界的にも流通は稀。2008年以降に、 少数の個体が流通した例があり、飼育繁殖個体も誕生している。飼育下では、昆虫、果実や野菜を食べた例があり、配合飼料にも得づく。ありがとうございます。